本堂建てる、やって倉庫、いい感じですね。結構いい天気。おはようございます。ハンターウォブです。ニュートラル入らない問題、ウィンカーに関しては全然もうこんな感じでもう慣れてますね。もう全然慣れたんですけど、でニュートラルも、まあ、実際その回転数の関係で、まあ、車体が動いてる、回転が乗ってる時であればニュートラルに入りやすいんですけど、まあ、完全に止まってからニュートラルをやるとなるとあんまりその入らない時があります。まあ、その時はちょっとあのギアをつなげて若干動かしてやってあげればスッと入るので、まあ、それは覚えたので全然違和感ないですね。まあ、問題はこの前言ってたクラッチですね。これこいつっすよ、こいつ。これがね、今はいいんですよ。乗る時はもうシャキッとしてるっていう、そのバーハーレン乗ってる、まあこれがこのクラッチの重さだって思うけど、まあ長距離乗るとね、これがちょっとどうかなって思って、でも先日思い切ってクラッチをまあちょっとお願いして頼みました。まあそうですね、今は操作して全然大丈夫ですけど、1時間経った時乗って2時間とか、まあそれがちょっとでも腕にストレスが来ると、まあそれがまあやっぱり気になって、まあ疲労して事故になるんじゃないかなと思って、まあ、事故に可能性リスクを高めるんじゃないかなと思って、まあ、思い切って今この瞬間全然不満ないですよ。不満ないけど、なんかレバーの形状、まあ、よくそのサンダンスとかひじめのスリムレバーとかもあるけど、まあ、やっぱりね、そのこのレジョの形状、太めのレバー、これ好きなので、まあ、これちょっとやっぱレバーを変えてっていう、まあ、いざそれがもしまた疲労につながったら嫌だし、もうそれが嫌だからもう思い切って、VP クラッチの方にしました。だからまだまあつなげてはない、取り付けてはないけど、どうかなこれ正解なのかな。でも今乗ってこの瞬間だと全然不満はないんだよな、全く不満ない不満ないけど、どうしようこれ。頼んで正解だったのかな。でもまあ正解だろうって言い聞かしつつ、まあ悪くなる部品ではないので、まあとりあえずそれで思い切って外観を変えずに、まあまず中身のその駆動システムがちょっと手を入れて、まず快適なライディングを手に入れたいということで、導入いたし、まあ、オーダーいたしました。でいつ入るか分かりませんが、まあ、そのうち、来たら取り付けに行こうと思います。